はこちらの5年生の書写のね教科書ですね。こちらから、近づく春というね、これを書いていこうと思います。少しね解説を交えながらやっていく。まず半紙4等分なんですけど、中心線、ここにこうね、ちょっとフリーハンドなんですけど、ここありますね。それに対して始まる位置というのが少し右寄りです。ですが打ち込みはいつもこういう感じでこちらからこう入りますね。入っといてさーっと、あまり勢いよくいかないようにしましょう。ここでこうゆっくり抜くような感じにして、でまた新たにここからこう入りますね。入ってからこう少しまあこういう感じで内側には入ってますけど、あまりへこみすぎない方がいいと思います。なぜかっていうと、ここ開けたいんですよ、ここの部分で。こちらもね同じように開けたいんですよ。なのであんまりへこみが強すぎると今度こっち側が書きにくくなるかなと思うので、ここであんまりへこみすぎないような感じでこう置きますよね。でそこからここギューッときます。これまっすぐな感じに見えるんですけど、これもこうへこまないようにしましょう。どちらかというとこう上がっていくような感じの方がいいですね。徐々に太くしていくような感じが見えるでもいいと思います。このお手本ではあんまりそこまで変化ないんですけど、どちらかというとそういう感じですね。こちらに向かってちょっと強めで、ここの部分、これも打ち込みは必ずこういう感じですね。左上からこうに入ります。で縦なのでしっかりめです。これしっかり入れたいんですよ。ただ筆をべちょってこうギュッて押し付けすぎると、太くてこういうところの隙間が開かなくなってしまうので、しっかりこう入れたらグッと頬をね立てること。立ててからこれをスーッと、これもね払おうと思うとなんとなく長くビーって行き過ぎちゃうことがあると思うんですけど、これはゆっくりです。ゆっくりゆっくり慎重に短めでいいんです。これよりは少し長いですけど、あまり長すぎないでください。この針量がね入らなくなってしまうので、そのあたり注意しましょう。でそれからこちら針量がね多分難しく感じるんだと思うんですけど、まず点はこれとあまり変わらないぐらいの位置関係ですね。ほとんど一緒か少し下かなっていうぐらい上の方に打つと思ってください。でこちらを開けたいので、この隙間をね、でもう一つこちらの入りはこうストンってここからこう跳ねてというか、こっち側に行ってこうストンと下ろしたような位置がいいんですけど、まずここギュッと上がるんですよ。上がるっていうことは下げておかないとここ隙間なくなっちゃいますよね。隙間を開けたいんだけどこれも上がりたいってことは、下からギュッと来てここで一旦しっかり置きます。この置く時もべちょって筆を崩してしまうようなこういう置き方ではなくて、なんとなくこう頬がねこういう風な感じで立ってるといいなと思います。ここからこう来たらギュッと下にこう斜め下にこういう風に下がっていくようなイメージですよね。ギュッてきて、そしたらこうですね、この角度に対してこちらのこの角度っていうのはこういうラインですよね。こういうラインギュッときてドンときたらちょっとこう斜め下なんですよ。そうでここからストンと下ろすような感じですね。でここでしっかり止まってから横横横ってちょっとまあこう上がり調子な感じにこう見えますけど、こういう位置でこういう風に入って大きくです。こう入っといてこうですね、こう一回払っておきます。こうそしたらこうもう一度入ってこういう感じでこうにきます。こんな感じです。そこからこの辺狙って、ここのほら付け根こういう風に気質がこう入ってるんですよ。こういう風にこう入ってこうになってるので、そこに埋め込むようにこの辺にこう埋め込むようにしてこういう感じにしたいです。でこちらの方がここに入れたところよりも大きくなるようなイメージで、徐々にこういう風に太くなっていくよっていうこういうラインですね。そうでこれのちょうど真ん中あたりにこういう風に入れる、こういう風に入れ込むようにするとここがね同じように開くんですよ。それを狙っていきます。こうにしといてこうゆっくりゆっくりこういう感じで行きたいので、太さがここに加わるとこういう風になりますよね。こんな感じですね。で
その時ここよりここが少し長いかなっていうぐらいでいいです。で点の位置こう上の方でこう置きますよね。そしたら下からギュッ上がるように、その時これ延長線上こうになるといいかな。だいたいこういう感じですね。ここがねこういう感じでなんとなくこうふわっとした感じのラインでこう揃ってるかなぐらいな感じでいいと思います。こうキュッと来てでストンって下がってキュッてこっちに入るんですよ、内側に。でここあんまりわからないですけど少し内側に入ってますよね。ここよりもこっちが内側に入ってる、これが一番ここに近づくかなっていうぐらいでいいと思います。こんな感じで、で一回入れ替えてここで置き方はこのぐらいな感じです。筆のこのつける面積、穂先のつける面積、これ小さいですよね。小さいけどちゃんと置きます。置いてからストンっていう風にしてここまでを全部ちゃんと乗っけてあげるように、ストンってこうストンってここまでここに来て、そこからこういう風に太さを持ってくるとするとこういう感じですかね。こうやって上がってあげるといいですね。ここでこういう風に筆がちゃんとここでギュッて、ここ初めはこの大きさですけどここに向かっていく時には徐々に太くなってる。で止まった時にはこの太さまで持ってきて、そこからゆっくりこういう風にってあげればいいです。はい、では真ん中の線より右から入ってこう抜いて新たに入ります。ここからこんな感じですね。そしてここからこういう風に徐々にこう強くなっていくような感じで、真ん中この真ん中にこう入れたらしっかり穂を立ててゆっくりでいいですよ。こうまっすぐ来てこもを抜いて、一番近づく部分はこの辺りになるはずなので、それよりもちょっと左側から来るような感じにしたいです。ドンでこう来てキュッと来てドンドン近づいてますよね。でこうこうねこうしといてストーンでこうです。図ですけど図はひらがななのでねちょっと小さめがいいです。隣にまあ春ってね大きくこう来るのでぶつからないようにそこだけ注意しましょう。こう広く取ってあげるようにしましょう。で点の打ち方もちゃんと引くようにこうしていくこうしていくっていう感じで、ただポンポンっていう風にならないようにね、その辺はね注意してください。こう入っといてこう来といてこう、まああんまりわからないですねこのね、まあ、筆の方で書いた時にちょっと見てください。はい、入ってお尻持ち上げながらゆっくりでいいですよ。感じです。ここをねしっかり開けるような感じにしましょう。で点ですね、点をこうして引いてください、必ず。という感じですね。線より右から入ってこう来たらしっかりこう置きますよね。置いてる時にこの角度で筆がこういう風に折れてるところ、ここをよく見といてください。この置き方でギュッてやってるとちゃんとこういう風にここがこうちょっとこういう風になるんですよ。これがでもできてなかったりすると結構直角になんていうかなこうなったりするんですけど、その辺ができてるかできてないかのチェックポイントですね。こうしといてまたこちらギュッてこう少しこう反るような感じですよね。でここにちゃんとこちら向きに置いてるっていうこの収縮がねできてるといいですね。必ずこういう風に入ります。入っといてこっちに来てギュッこうやってこうやってギュッて押して、そしてこういう風にまた反るようにこちら側をギュッと反るようにして、で収縮こちら向きで終わること、入りはこちら向き、でこの向きをしっかりできるようにしといてください。こういう感じですね。入って、こちら向きですね。でこうしといてここです、この向きで置くこと、ここねこう置いてギュッ、そこからこっちこう右にねまた戻ってきて、またこの置き方この置き方この2つね注意しましょう。最後は春です。春はね
こう左払い右払いっていうのがある分だけ、やっぱりちょっとこういうところが難しく感じるかな、入れ方とかも隣にあるものにぶつかりそうになるなっていうところなので、ここよく見ていただきたいところなんですけど、これ真ん中の線なんですね。こう、うん、ほとんど真ん中に乗っかってますね、ちゃんとね。これが隣に来る文字も漢字だったりすると、でここちょっと左に寄ってあげないとこれが入らなくなったりってするんですけど、これはそんなにその動きはなくても入ってます。まずここに漢数字の3が来るようなイメージで、あのキュッと上がるような線質とまっすぐ、そして少しこちら側にこういう風にカーブするかなっていうぐらいな感じ、優しいですけどそういう感じの動きがここに少し出てます。で真ん中のこの線に関しては、あの短すぎるとこれ貫くのがとてもやりにくくなりますので、あの長さとしては上のこの線とあまり変わらないと思ってください。同じぐらいの長さはあって、線の質がちょっとまっすぐに近いかなって、これの方がねっていうところを見ましょう。そしてここ大きくこう置くんですけど、ベチョーって寝かせた状態のままこうに来ないように、しっかりとこう頬を立ててね、立てた状態でこう置きましょう。でまっすぐにずっと下ろしすぎるとここの間が狭くなりますよね。ちょっとここ書いてみましょうか。書きながらの方が分かりやすいかもしれない。で、こう真ん中の線ですよね。そこにどうやって乗ってくるかっていうと、こういう感じです。こういう感じで来て、2本目はこうまっすぐな感じで来て、3本目はこっからこういう感じで少し、こういう感じですね。で、ここでこうこの辺にこういう風に来ます。こう置いといて、まっすぐにこう下に下ろしてきたりするとどうなるかっていうと、こういう風にやっちゃうとね、これやりづらいんですよ。すごくこちらもだってこうにやんなきゃいけないですよね。そうするとここ狭いじゃないですか。これをもう少し左へ左へ左へってこうに持ってきてあげると、ここってほら広くなりますよね。で左がこういう風にできたなら、それにあの角度が同じようにこういう風にほら、あのバランス取りやすいように持ってくればいいわけですから、左左左って持ってきたら、これは右右右ってこっち側にこう持ってきてあげて、でここはもちろん止まるんですよ。ここね止まって、こちら側にこうに抜いていけばいいんですが、そうするとここ広く取れますよね。そうするとこの火があの入れやすくなりますので、この火とかはあのこのね教科書ってね、すごくよく書いてあるんですね。ここね、こういうところをちゃんと出すんだよとかいうのもちゃんと前の方に書いてあったので、そういうところはあのしっかりやりましょう。こういう風に来て、火の場合は縦が少し長いよねっていうところですね。でここしっかり置いてください。右結構太めなの でね、こう出しますよね。で真ん中はこうしっかりここね、ここ入ってくださいよ、こうやって。で最後ここね入れちゃってください。1本目こんな感じです。2本目3本目ちょっとこういう感じですね。そして真ん中こうしたら、左へ左へと思ってください。でスーッとこう来て、この辺中から入れ込んでいいです。ここからストーンってだんだん太くなるようにここに向かってね、こう離すとこんな感じですけど、でここでだいたいこことここが同じぐらいかなっていう感じまで下ろしてきといて、こう横にこう抜いていきます。で隣がねひらがなで図なので、あんまり邪魔にならなくていいですね、この払いがね。でここがこう広く空いてるので、ちょっとこういう風にこんな感じでこう持ってくればいいです。ちょっとこっち長め、あの下をね出るようにしますけど、こうに来たらここでこうこうです。こういうところは丁寧に、それでこことね、ここがちょっと出てるぐらいがバランスがいいです。出なかったかな。ここね。こんな感じで。